将棋の第72期アルソック杯王将戦が大熱戦となっている藤井聡太対話壮太五冠と羽生善治九段の対決は3月11日12日に第6局が予定されているが現状では藤井聡太対話五冠が3勝目を挙げて大手をかけており天才同士の熱戦に見ているこちらが手に汗を握ってしまうほどだ ところでファミコンでの将棋といえば1985年に発売された内藤球団監修のゲームが初作品であり実はこの年羽生球団が中学生ながらプロ棋士になっていたりもするそこでおじさん世代には懐かしいファミコンテーブルゲームを振り返ってみようファミコン初の将棋ソフトは意外にも素晴らしい出来栄えだった本将棋内藤球団将棋秘伝戦術したファミコン初の将棋ゲームとなったのが 本章に内藤球団将棋秘伝セタだこのゲームはまだファミコンが発売されて2年しか経過していないにもかかわらず将棋というジャンルをゲーム化したのだから素晴らしいただファミコン初期ということもあって対戦戦は愚かコンピュータの強さも変えられないし詰将棋がないので最後まで指す必要があったそのおかげで間違ったマスに指してしまう可能性もあったな 慣れてくるとコンピュータの思考ルーティンを予想できるようになるので比較的物足りなくなるのだがそれでも最初は全く勝てなくてかなり燃えたものだった15手打ちや B ボタンで待ったをかけるために連打するなどたくさん思い出があったし実際の将棋のレベルが上がったと思ったものだ筆者はコンピュータにわざと駒をたくさん取らせておき自分が負けそうな局面を作り上げてから逆転劇を演出するのが好きだったなファミコン発売とほぼ同時 実は長年遊べるコスパソフト五目並べ練習。1983年8月とファミコンとほぼ同時に発売されたのが五目並べ練習。任天堂だ。対戦可能でコンピュータの強さも選べるという遊び手の気持ちを考えた任天堂らしいシステムとなっている筆者は小学校の授業で五目並べを学んだことがある。兄がいるので存在自体は知ってはいたのだが当時は普通に授業の一環として受け入れていたな。 ただ、コンピュータの強さといっても、打ち方が変わるのではなく、ヒントがなくなり、制限時間が設けられるのが、上級との違いだった。闇雲に刺すと、いつの間にかコンピュータに43を作られていたりしていたな。このゲームの怖いところは、B ボタンを押せば、対局終了となるところだった。当時は A と驚いたものだな。なぜそうなったのか不明だが、どれだけ優勢に攻めても間違って、B ボタンを押せば、投了扱いとなってしまうのだ。どうしたんだ、ニンテンド いや、そうか。積んでしまうと感じた人は、潔く敗北を認めなければならないということだろう。ちなみに、シンプルなゲームだからなのか、これ以降は五目並べの新作ソフトは、ファミコンでは発売されていない。それだけに、ちょっと遊びたい時にゲームするなど、長年遊べるコスパソフトと言えたものだ。4人うちなら、もっと良かったかも。麻雀の知識が深まった、井出洋介名人の実践麻雀。 次は1987年に各コンから発売された井出洋介名人の実戦麻雀だ。このゲームはプロ雀士の井出洋介氏が監修し、実戦麻雀、名人リーグ戦、実戦問題と3種類のモードが用意されていた。勝ち抜きのリーグ戦がメインとなるのだが、実は実戦問題が面白かったな。 マージャン初心者が最も苦手とされる点数計算問題や次に何を切ればいいのかという必勝の一打問題そして多面待ちで待ちパイを当てるこれでバッチリ多面ちゃん問題とバリエーションもあり解説もついていたのでどれも実際のマージャンに生かせるクイズと言えたとても面白いマージャンゲームなのだが残念な点が2つあったように思うまずは2人打ちだ実践というだけに4人打ちにしてほしかった 初期ファミコンに登場したマージャンゲームでも4人打ちがあったほどだけにちょっと残念だったなもう一つは専用コントローラーだこれがないと遊べない万が一にも接触不良で壊れたりしたらゲームができなくなってしまうのだソフトと一緒に梱包されているのだがそれならコントローラーも同時に使えるようにしてもらいたいと言いたい人は多かっただろうな誰もが遊んだボードゲームをソフト化友達との対決に燃えたオセロ 3つ目は、誰もが遊んだであろうボードゲームの、オセロ。川田、玄河田だ。1986年に発売されており、麻雀や将棋と違って、ルールを自然と覚えている人がほとんどなので、遊びやすいのが利点だ。そして、対戦可能であり、コンピュータも強さを4段階まで選択できる。将棋でいう、待ったもできるし、制限時間を設けることもできたな。 まあ、オセロ自体は当時どこの家にもあったので、わざわざファミコンで対戦しなくても。と思う人もいただろうが、いちいち対局のたびに片付けなくていいし、やはり燃えたものだ。友人宅に、このゲームがあれば、オセロやろうぜが合言葉だったな。さて、いかがだったろうか。ここで紹介したファミコンのボードゲームは、どれも面白い。王将戦のおかげで、思い出に浸ることができたな。 それにしても1985年にプロ棋士になって以来ずっと第一線で活躍し続けている羽生名人は「さすが」としか言いようがない。